じた瞬間に悲しみの記憶が、その涙振り切って戦え銀河の覇者。自由の鐘が夜空になり響く、不安な未来消し去るため、失われた心の翼を広げて、銀河の果て光を求めて飛んで行きたい。その手は離さない、愛を守りたい、夢を信じたい、未来に向かって永遠を誓い合おう。 ウォンウォンウォン、 青き光の戦士よ、この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。高校2年の夏休み、本来なら俺は今頃ロックミュージシャンをやってる両親とロンドンのアビーロードあたりにいる予定だった。でも7年ぶりか。一発だ。もうダメかと思った。ありがとう。いやいや大丈夫。はい、ヒカルくん、ミスズ、え、嘘、どうしてここで何やってんの。いやそれはこっちのセリフ。お前こそここで何危険な遊びしてんだ。じゃなくて、坂の上でそのベビーカー止めて、中に私の子がって声がして、で止めたら乗ってたのが犬で、バンって振られて驚いてのけぞって、ああなったと。いやそれにしてもすげえ格好だったな。お尻すっぽり。やだ、もうそれ忘れてお願い。お嬢ちゃん大丈夫？あ、はい。なかなか見どころある若者、もしかして彼は。どうだっけ。ヒカルくん、てっきりイギリスだと思ってた。ねえ、どうして帰ってきたの。突然この町に行かなきゃと思ったんだ。何かに呼ばれた気がして。呼ばれた？何それ。つうか、道違くね。着いたよ。え、みすず、俺銀河神社に行くって言ったよな。え、ヒカルくんまさか知らなかったの。って何を。銀河神社火事で開けたんだよ、1ヶ月前に。なんでも近くに隕石が落ちたんだって。ははは。そんでこんだけ交換できたね。じいちゃん。おお、ヒカル、よう来たな。久しぶり。つうか、これが銀河神社。ああ、白井先生のおかげでな、曲がりをしておるんだ。校長先生。ライド君、すっかり大きくなって。いや。この小学校ね、残念だけど、今年の春に廃校になったの。でもここに神社があれば時々こうして来られるわ。なるほど、そういうことっすか。失敗をするわ。寝泊まりする場所はいくらでもある。それにご神体がご無事だったでの。ご神体、これも八尾万の神のご加護。それ見てもいいかな。なんで急に見たいと。いや、なんつーか。おはようございます。あ
いつもご苦労様。よろしくね。はい。夏休みここで巫女のバイトしてるの。そうなんだ。久しぶり久しぶり、あーなんか感激しぐさ久しぶり。ちょっとさっき連絡したの。また4人揃ったね。本当に健太か。そうだ、そんな変わった。いや変わってねえだろ。ありがとうね、健太。しぐさそのままだな。本当、声でよかった。あ、本当。ああ嬉しいです。ここが久しぶりに賑やかになって、私も嬉しいです。白井先生の笑顔が見られて。はい、いえ深い意味はありません。えい、アメリカ、イギリス、いいな、世界中回れて。でも基本メジャーな街ばっかだし。ってどこ行きたいわけよ。あ、昔アフリカの奥地に行って謎の生物見つけるとか言ってなかった。ボケレムベンベだっけ。よく覚えてんな。だってヒカルくんの夢何度も聞いたもん。世界一の冒険家になりたい。そうそう、誰に憧れてんだっけ。あのほら、エドモンド・ヒラリー、初めてエベレスト登頂に成功。誰も見たことない景色を最初に見たんだ。あの夢今も変わってない。変わってない。俺も未知の世界を見たい。絶対ウルトラネンリキ。どういうこと。やっぱどうしても気になる。これがご神体。者の紋章、やはり光の国の言い伝えは本当であったか。人形。私はウルトラマン太郎。しゃべった。これ誰かのいたずらだろう。小型スピーカー内蔵か。あれ、どこ行った。私は君を待っていた。そのご神体を持って黒星山に来るのだ。何なんだよお前。冒険したくはないのか。え、未知の世界を見たいのだろう。もうじき奴覚醒する。してください。我が偉大なる支配者様。なんでこんな場所に。てかやっぱ夢だったんじゃ。
光る。あ、いた。ここで私は目覚めた。遥か昔、恐るべき闇の力で全てのウルトラマンと怪獣が人形にされ、この山に降り注いだ。本当にこの人形喋ってんのか？光の国の言い伝えにある二つの神秘の道具。一つは命あるものの時間を止めるダークスパーク。いや、やっぱなんか仕掛けが。ちゃんと聞け。なんだよ。私はダークスパークと対をなすもう一つの存在をこの近くに見つけた。それって銀河スパーク。闇の呪いを解く唯一の希望。その大いなる力を引き出せるのは選ばれし者だけだ。つまり俺ってこと？そうだ、光。君だけが私を元の姿に戻せるのだ。どうやって？よし、ここならよかろう。私の足の裏に君の手にできたのと同じ紋章がある。そこに銀河スパークの先端を当てるのだ。先端を当てる？驚くなよ、光くん。こんな朝早くここで何やってるの？散歩だよ、散歩。そういう店こそ何してんだよ。私はお菓子作りの材料を取りに来たの。この山でいいヨモギが取れる場所見つけたの。それ使ってコンクールに出す創作和菓子を完成させるんだ。和菓子職人になるのが私の夢だもの。光くんが夢を追い続けてるなら私も負けてられないし。そっか、なら材料集め俺も手伝うよ。本当？助かる。こっちだよ。どっち？あ、おい光！よっしゃ。あ、せっかく見つけたお菓子の材料が。このゴミ片付けてもらえますか？何言ってんだこのガキ。こっちは仕事でやってんだよ。犯罪だろ。山汚してんじゃねえよ。なんだよこの野郎。おい、そこで何してる？カッキーってお前光るかよ。久しぶりだな。今逃げた奴ら不法投棄業者だ。やっぱりそうか、怪しい軽トラだと思ったんだ。おい待て、ちょっと待て、ちょっと罰当たるぞ。光るくん大丈夫？ああ。これって、ご神体？マラのダークな心を使わせてもらうぞ。その慌てっぷり、黙って持ってきたの？そうだけど、これには複雑な事情が。もしかして、太郎に頼まれた？そう、太郎に。え？そっか、光くんが選ばれし者なんだね。ミスズ、なんでそれ？私が話したのだ。美鈴に見つかった時にな。どういうこと？私が銀河スパークを調べていた時、この世界にウルトラマンや怪獣は存在しない。まして私は人形の姿だが、美鈴は私の話を全て信じ、私を元に戻そうとしてくれた。でも結局ダメ。光くん、私からもお願い、早く太郎を元に戻してあげて。ミスズ、お前素直すぎだっつーの。しまった、見失った。
起きないけど。そんなはずは。もう一度頼む。もう一度。どうして。さあ。おかしい。こんなはずでは。諦めちゃダメ。きっと次こそ。恐竜？この人形はどうかな。ブラックキング、ウルトライブ、ブラックキング。どういうことだ。私はダメで怪獣にウルトライブするとは。無理。サンダーダラビア、まさかダークスパークの力で。みんな黒焦げにしてやるぜ。和菓子職人になるのが私の夢だもの。光くんが夢を追い続けてるなら私も負けてられないし。潰されてたまるか。ウルトラマン銀河ウルトライブ、ウルトラマン銀河。半端じゃねえパワーを感じる。ただ一人でも君を守りたい。いつもいつも
そんな。大丈夫か？守ってくれてありがとう。ビビってるミスズ見たらビビーカの時のあのすげえ格好思い出した。ああ、それ忘れてって言ったのね。絶対忘れねえ。ダメ、今すぐ忘れて。俺が突然この町に来たいと思った理由、それは運命とか。この方、はい、ウルトラマンナンバー6ことウルトラマン太郎です。太郎さん、ズバリウルトラマン銀河っていうのは何者なんでしょうね。それは私にもわからない。無責任な。じゃあゲストの意味ないじゃん。早くもコーナー存続の危機。早く大きくなりたい。美鈴に迫る邪悪な影。止まれ美鈴に手を出したらこのライドを光るが許さねえぜ。次回ウルトラマン銀河夏の夜の夢、来週も絶対見てくれよな。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。